ね、自己紹介じゃないですけれども、紹介だけ、次歌わせていただく曲なんですけれども、私が今年の2月にリリースさせていただいた、最後の音で曲をやろうと思います。TikTok のね、この自粛の期間になってから TikTok とか、ちょっと力を入れてやり始めたんですけど、それでたくさんいいのをいただいた一曲になります。本当にファンの方と一緒に作った大事な大事な曲なんですけど、YouTube もこの前、今多分57万回再生くらいかな、もうちょっとで60万回再生いきそうなんですけど、たくさんの方に愛していただいている曲をね、ここでやろうかなと思います。それでは聴いてください。最後の音で。そんな世の中
とうございます、ちょっと寂しいけど次ね最後の曲なんですよって言って心の中でえーって言ってくださいね、ありがとう本当に本当にたくさん最近ねライブができるようになってきて嬉しいですけども、やっぱりでもまだね世間はライブ行けって言ってくれるモードでもなく、行きづらいなってちょっと怖いなって、中もその中でもやっぱ皆さん来てくださって今日このね時間この場所を選んでくださって本当にありがとうございます。もうめっちゃみんな嬉しいし、終わった後もきっとこのルピナスの余韻に浸って今後のね活動も頑張れるかなと思います。そしてねルピナスのめっちゃ急いけどルピナスのなんか名前の由来知ってますみんな？知らないよね、知らないよね。なんかお花の名前なんですよルピナスって。で花言葉がなんか幸せとかなんかそういう意味なんですけど、幸せっていう意味で、やっぱみんなでこの空間を作ってこのご時世嫌なことばっかですが、このライブに来てね、あちょっとでも今日幸せやって思ってくださって、ちょっとでもね皆さんの息抜きになればなと思ってます。私ね次の曲で最後なんですけど、ここでちょっと告知をさせてください。このライブが終わってですね10月25日に大阪ミュージでライブがあるのと、あと11月14日にミュージックバスカFM802 のミュージックバスカっていうねグランフロント大阪の海北広場とかで路上ライブができる権利をもらえるみたいなやつがあるんですけど、それ のオーディションライブがありまして、観覧無料で見に来れますので、よかったら今のとこ有観客なので遊びに来て応援に来ていただけたらなと思います。よろしくお願いしますはい、あと、そうですね、今日物販をそっちでやってます。前物販もやったんですけど、後物販って言うんですか、こういうとってなんて言うの、ここら辺だと後ろ物販分かれ分かるなさ、このライブが終わって最後のね物販、ちょっと30分ぐらいしかないんですけど、そんなもう30分も余裕もないかもしれないんですけども、物販があるのでそちらもよかったら来てください。姫あやの CD も今日あります。で私もね今日 CD、ご予約いただいた以外にもちょっとだけ CD とのグッズいろいろ持ってきてるので、よかったらお声掛けください。